これはですね、社会作りの太陽、太陽水温水器ですね。太陽熱温水器、太陽熱温水器、ちょっとそれの説明の方をお願いします。はい、従来の太陽熱温水器というと屋根の上に乗せて、落水で使うものなんですが、これは地上に置いて使えるというのが一つ目の特徴です。もう一つ目の特徴は太陽熱温水器、昔の温水器というのは冬場になると外気温が下がってくると暖かいお湯ができなかったんですが、これは外気温が下がっても熱いお湯が取れるというのが特徴です。例えば今のここにですね、扇の中に、入れてますが、この中に熱いお湯が入ってます。外を触ったらすごい冷たい、ところがですね、中はかなり熱いお湯が入ってます。これが熱伝導しないっていうのが実は真空の特性です。で、例えば北海道のような寒い地域で外気温が低くても太陽の光さえ入れば、この黒い膜が太陽の光を熱に変換します。で、熱に変換することで、この中に入っているヒートパイプが加熱されて150度ぐらいになります。このヒートパイプの先端部分が密閉されたステンレスの貯蔵タンクの中にこうねじ込んでまして、密閉タンクの中で熱交換しながらお湯を沸かす。給水給湯方式というのは下からお水を押し込む圧力を利用して上部から熱いお湯を取り出すので、昔のように屋根に乗せる必要がなくなったというのがやっぱり一番目のことです。で、これをですね、ガス給湯器とか灯油の給湯器のような瞬間湯沸かし器の一時側に接続してやると、例えば10度から45度までお湯を沸かせると35度分ガスを炊かないといけないんですが、こちらを通してやるともうすでに40度とかっていう温度になっていれば5度だけ沸かせばいいということで、ガスの使用量が急激に大きくなるんですね。この商品っていうのは昔のように屋根の上で沸かした太陽熱温水器を水で薄めて使うのではなくて、ガスとか灯油の給湯器のエネルギー効率を高めるというのがこの商品のコンセプトです。あそこに書いているように1年間平均で 60% 程度の燃料を削減することができるというのがこの、水道直結型太陽熱温水器3トップという商品です。で、例えばこれ今家庭向けの話をしたんですが、これをですね、産業向けで使うことも可能です。産業向けで使う場合はあちらにあるようにですね、連結してやって、先ほどと同じようにですね、一時側のお水を太陽熱温水器で加温することによってボイラーの一時側につなげてやれば、水道水から温度を上げるように、重油代とかガス代が非常に安くなる。こちら右側のパネルはですね、さらに高度な利用になって太陽熱を利用した冷暖房の設備になります。太陽熱を利用して暖房というのは皆さんなんとなくイメージが分かると思うんですが、冷房装置というのは吸収式の冷凍機とか吸着式の冷凍機のように温水を利用して冷水を作る仕組みになります。あの右側に簡単なちょっと図があるんですけど、一番下に、水を噴霧する蒸発というところがあります。水を蒸発させることによって気化熱を奪わせて冷水を作るという工程があります。そうすると蒸発した水蒸気を何かにくっつけなければいけない。それがあの上に緑色の、とかオレンジ色がある吸着剤、これは人工ゼオライトで、三菱樹脂が開発した低温吸着ゼオライトの利用です。で、どんどん蒸発させることによって冷水ができるんですが、吸着剤がもう完全にお水を吸ってしまうともう蒸発しなくなるのでマッチ式になってまして、反対側が、閉まってですね、今度はその吸着したものを乾燥する工程が必要なんです。そこに実は太陽熱を利用して、ゼオライトの水分を飛ばしてやります。飛ばしたやつを、もう一度冷やしてやると、お水に戻るので、それがまた噴霧性になるというあの箱の中で、60度の温水があれば15、6度の冷水ができるというのがこの吸着式の冷凍機で、こういった吸着式の冷凍機もしくはあの吸収式の冷凍機はゼオライトの部分が集荷液溶液になっていますが、これによって、もたらす効果というのは一つあります。夏場と冬場のピーク電力を確保する、例えば原発が止まりました、そうすると夏場と冬場の電力ピーク電力を下げたいと、そのためには空調を電気ではなくて電気以外で使いたいというコンセプトですね。そういった時に、ガスを使った吸収式冷凍機というのが考えられるんですが、そうすると使用量が増えてしまうので、こういう
太陽熱を利用して加温することで冷水を作るという技術がこれから公共工事とかっていう部分では今非常に増え始めたところで。